それでは最後に内閣府大臣政務官宗木雄光一より閉会のご挨拶を申し上げます宗木雄政務官よろしくお願いいたします皆様こんにちは内閣府大臣政務官の宗木雄光一です三週間にわたりお届けをしてきましたリージョナルバンキングサミットをご視聴いただきありがとうございました 閉会にあたり一言ご挨拶を申し上げますはじめに新型コロナウイルスの感染が再び拡大をしている中感染症対策の最前線に立ち続けておられます医療従事者の方々感染拡大防止に努めながら厳しい経営環境に立ち向かっていらっしゃる事業者の方々のご努力に改めて感謝を申し上げます。 本年度のリージョナルバンキングサミットでは事業者支援や金融教育金融リテラシー SDGs ベンチャー地域金融機関の組織運営活性化と地域金融をめぐる課題の多様化に合わせてテーマの裾野を大きく広げました。そして「リンサムウィークス」と称して13以上日本経済新聞社主催の地方創生フォーラムと合わせると 20以上のセッションをを3週間にわたりお届けししてきました多様な経歴を持つ幅広い分野の有識者の方々に地域金融機関の経営のトップから若手現場職員まで幅広い層の方々が加わって地域の産業経済を支えるために地域金融機関がどのような役割を果たしていけるのか議論が繰り広げられました。 知恵を出し合い一歩ずつ前進していこうとするその姿に私自身明るい希望を感じましたリージョナルバンキングサミットのセッションを少しだけ振り返りたいと思います1点目は地域金融機関の事業者支援の広がりについてです地域金融機関はお金だけではなく人や情報といったさまざまな角度から 事業者支援を進めていますこの具体的な方策として取引事業者への深い理解に基づく金融仲介機能の発揮事業に関わる人材の紹介生産性を高める新しいテクノロジーの活用などが取り上げられました2点目は社会的課題に対する地域金融機会の貢献についてです 超高齢社会子どもの貧困金融リテラシーの向上といった社会的課題に対して地域金融機関がどのような形でその解決に貢献できるかについてアイデアが紹介されました3点目は SDGs やイノベーションと地域金融機関の関わりについてであります持続可能な社会の実現に向けて 限られた資源の活用に地域金融機関がどのように関わっていけるのかまた地域のスタートアップなどの新しいチャレンジを地域金融機関がどのように支援できるかについて議論がされました最後に地域金融機関の組織のあり方です持続可能なビジネスモデルの確立に向けて地域金融機関の若手職員による 組織活性化の取り組みやコーポレートガバナンスの発揮に向けて求められる社外取締役の役割地域の重要なステークスホルダーである自治体との間で地域経済のエコシステムを作り上げるための方策などについて議論が行われました。 視聴者同士の意見交換や相互コミュニケーションを図っていたただきました感染症の影響で実際の会場に集まることは難しいですけれどもオンラインでもこうした工夫を講じることで同じテーマに関心を持つ人同士がつながり交流の輪を広げそこからさまざまなアイデアや新たな創意工夫が生まれ成果,成果に つながっていくことを期待をしていますさて新型コロナウイルス感染症の影響について未だ先行きを満たすことは容易ではありません私は内閣府政務官として新型コロナ対策も担当をしております感染症の拡大防止と危機管理に万全を期すとともに傷ついた日本の経済社会を一日も早く立て直すべく尽力をしてまいります 政府の一員として事業者への支援を含め国民が豊かに生活できる新しい資本主義の実現に向け昨年11月に決定した経済対策を強力に推進してまいりますまた私の地元である東大阪市はものづくりの町であります日々地元企業の方々からお話を聞く中で地域金融機関による資金繰りの支援 経営改善サポートの大切さを実感をしております金融庁の政務官として今後もさまざまな形で地域経済の要となる地域金融機関の取り組みをしっかりと後押しをしてまいります最後となりますがこの度はお忙しい中ご協力ご参加をいただきました全ての登壇者の皆様共催をいただいた日経新聞社をはじめ本イベントの開催に携わった全ての 関係者の方々長時間にわたりご覧をいただいた視聴者の皆様方に改めてお礼を申し上げて私からのご挨拶とさせていただきます森京政務官よりご挨拶申し上げました以上をもちましてリージョナルバンキングサミットリンサム 日経地方創生フォーラム Day7 を終了いたします。